ブンブンハロー YouTube、 どうもヒカキンです。はい、というわけでね、モンフジュの部屋スタートでございます。よろしくお願いします。というわけでね、今日はですね、あの陰湿なジメジメしたジムではなくですね、青空の下試合をね、実況解説していけたらと思います。なのでね、あのいつものね、ふざけた話ちょっと短めになります。なのでね、うんざりしてた皆さん、朗報です。今日は真面目にね、やっていこうと思います。お願いします。ということでね、モンフジの部屋、スタートでございます。お願いします。ということでね、この試合何かと言いますと、ですね、愛媛のね、春祭りっていう大会になります。で、この大会ですね、まあ愛媛のね、大会の中ではね、かなりね、レベルの高い方で、結構ね、上位陣というか、松田伊勢ですとか、まあ、結構一般の方でもね、上手い方がこぞって参加するような大会になります。それのね、2回戦の様子になります。で、実はですね、ちょっと僕のね、これ携帯で撮ってるんですよね。多分携帯の容量のせいで試合ね、全部ね、取りきれないというね、事件が起こってました。はい、なんでね、ほんま最初の3ゲームとしか取れてないですもうね、一番大事なところがね、欠けてますんで、まあ、全部試合は流せないんですけど、まあ一部だけでもね、楽しんでいただければと思います。で、対戦相手の方はね、一般の方でね、まあ、結構ね、粘りというかしっかり打てる方でですね、結構苦戦した相手になります。で、割とね、多分ね、僕の状態がね、そこそこ良くてですね、結構僕立ち上がりとかね、めちゃくちゃ弱いんですよ、本当に。本当に尻上がりで、割とね、もう4ゲーム目ぐらいからね、やっと火がつき出すっていう、そういうプレイヤーなんでね、どうなるかと思いましたけど、結構ね、序盤の方から、自分のね、テニスをね、押し付けることができてたんで、まあ、すごい良かったかなと思います。まあ、最初のね、サーブのね、ブレイク取ったのはね、すごい大きかったなと思いますね。本当に最初の1ゲーム目はね、結構状態良くて、まあ、粘りだけではね、負けないようにはしていましたね。でね、次に続くね、このサーブがね、まあまあ苦戦しましたね。結構ね、やっぱ序盤、立ち上がりが結構良すぎるとね、結構サーブがね、こう、浮き足立っちゃうんですよね。まあ、結構僕あるあるなんですけど、シングルスとか、まあ、大会とか試合のね、序盤はサーブがね、やっぱ肩が回らないというかね、結構その威力的には弱かったりしてしまうんでね、結構ね、最初のね、サービスゲームブレイクされやすいんでね、まあ最初の相手のね、サーブブレイクできたのはね、すごい大きかったかなと思います。で、結構ね、まあ僕もね、結局ブレイクバックされてしまいましたね。で、ここ、まあ、ブレイク狙っていくっていう感じですね。結構ね、なんて言うんですかね、相手の方がね、割とこう、粘ってくる感じでですね、すごい僕の高い高弾道のボールにでもですね、結構しっかり後ろ下がって、打ってきてたんでね、結構ね、うわ、これタフな試合になるなと思ってましたね。で、結構ね、僕は、まあ、相手のね、まあ、ボールのね、威力がね、そんなにあるわけじゃなかったんで、しっかりですね、まあ、ボール深く刺してですね、回り込んで、逆クロスで、空いたところストレートっていうね、シンプルな作戦でいってましたね。まあ、やっぱりね、僕のプレースタイル的にね、やっぱ高弾道になってくるんで、やっぱ相手のね、バックで取らしたいっていうのがね、一番気分あるところですね。で、割とね、前の試合とかと比べてね、僕とね、両手バックがね、すごいレベルアップしてるのが、こうやって動画見よったらね、わかるんですよね。ちょっとそれが収穫なんですけどね。割とこう、バックに打たれよったら結構僕片手でね、片手のスライスで逃げよったんですけど、割とね、やっぱ最近ずっと両手バックで、攻めるっていう練習してて、まあ、それがね、結構いい方向に転じてですね、まあ、相手のバックとね、バック勝負できたっていうのがね、すごい大きいかなと思いますね。まあ、スライスね、まあ、僕
のスライス結構ね、自分で言うのもあれなんですけど、結構完成度高い方やなと思うんですけどね、やっぱりね、攻め手にかけるんですよね。そのバックスライスでやっぱ決めるってね、結構難しくて、こういう結構フットワークがいい相手にはね、特に難しくてですね、まあ割と使ってるんですけど、今もまあ相手のリズムを狂わしたり、まあそういうところでね、使っていってるってイメージですね。基本的には両手バックで勝負するようにしてましたね。まあ結構ね、やっぱりまあ最初ブレイクできたのはいいんですけど、まあ僕もブレイクされて、まあ、このゲームもねブレイクされちゃうんですけど、やっぱね序盤の立ち上がりの悪さっていうのはね、ちょっと僕の中で改善したいなと思ってますね。やっぱり最近ね、フラット系のボールやるんですよね。ちょっと安定しないんですね。この試合もちょっと試してみてはみたんですけど、割とねやっぱちょっとミスが多くなってきてたりするんで、まあまだまだね、あ、さっきのはねすごい良かったですね。高いボールをねあえてちゃんと決めれるっていうのはねすごい良いことだと思うんで、まあやっぱり高弾道で勝負する上に、やっぱこう相手も高いボールになってくるんで、あそこしばきたいですね。やっぱりあそこしばくことでね、やっぱ僕のプレースタイルってのはすごい生きてくると思うんで、まだまだね強くなれるなって思いますね。でブレイクス、キープされましたね相手で、 1-2 ですね。でこのサーブで終わっちゃうんですけど、結果で言うとね、このままね 6-2 で僕が勝ちますね。怒涛の勢いでもうもう1ゲームを与えずに倒すっていうふうになっちゃうんですけど、まあ僕のねエンジンもねガンガンにかかってきてますね。やっぱ僕の性格的にね、自分がね設定負け取る時がね多分僕一番強いっすねまあっていう感じで終わります。ではまあ僕の勝ちということで、グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイ。